俺たちのジャパンへようこそ。日本のお弁当は職場や学校、イベントなどに気軽に持ち運びできる食事として日本の食文化に欠かせない存在です。英語でも弁当と訳されるほど世界的にも知名度が高く、日本が世界に誇る食文化の一つでもあります。今回は家族でフランスに移住した一人の女の子と日本のお弁当にまつわる物語です。フランスの小学校に転校し、大きな環境の変化に戸惑いながらも成長していく彼女。そんな彼女が学校の遠足に持っていったお弁当がちょっとした騒動を巻き起こしてしまいます。フランス人もびっくりのお弁当にまつわる驚きのエピソードをゆっくり楽しんでいってください。私の名前は成田由美子。私は9歳の時にお父さんとお母さん、3歳になる弟と一緒にフランスに移住してきました。現在はもうすぐ中学校を卒業してフランスの高校へ進学する予定です。今回はそんな私が家族とフランスに移住してきたばかりの時のエピソードを紹介したいと思います。今でこそフランスが大好きで家族と楽しい毎日を過ごしていますが、移住してきたばかりの頃は正直フランスでの生活が嫌でたまりませんでした。日本の住み慣れた街や仲の良かった友達と離れ離れになった寂しさから、両親に気づかれないよう毎晩ベッドの布団にくるまって泣いていました。学校ではみんなフランス語で会話をしているので、話題に入っていけるわけもなく、いつも一人ぼっち。毎日憂鬱な気持ちでお母さんに連れられて学校へと通っていました。フランス語が理解できず勉強についていけなかったことは辛かったですが、何より辛かったのが給食の時間でした。会話をする友達もいませんでしたから、楽しくも何ともありません。しかも昼休みは先生たちが勤務時間外であるため、教室は午後の授業まで鍵が閉められてしまい、校庭で遊ばなければなりません。昼休みは11時半から1時半までの2時間でしたから、その間話す相手のいない私はいつも校庭の隅のベンチに座って時間が過ぎるのをひたすら待っているのでした。ある日の晩ご飯、お母さんが私に質問してきました。由美子、新しい学校はどう？楽しくやってるの？うん、友達もできたし楽しいよ。本当は友達なんておらず、いつも一人ぼっちでいるけど、お父さんやお母さんに心配をかけたくない一心で嘘をついてしまったのです。私はわざとお母さんと目を合わさないようにして、黙々とご飯を口に運び続けました。そんな私の姿をお父さんとお母さんは心配そうに見つめていました。学校に行くのが辛い毎日が続きました。私はいつも一人ぼっち。日本の学校にいた時のように友達とおしゃべりしたり遊んだりしたい。私の中でそんな思いが日ごとに膨らんでいきます。転校から1ヶ月が過ぎて、私はとうとう朝ベッドから起きられなくなってしまいました。お母さんが作ってくれた温かいおかゆを食べた時、学校へ行かなくていいんだと安堵した私の中から、今まで溜め込んでいた感情が一気に溢れ出てしまいました。私はお母さんの胸でワンワン泣いて、学校で友達ができずにずっと一人ぼっちだったことを告白しました。由美子に辛い思いをさせてしまってごめんね。また学校に行きたくなったら行けばいいからね。お母さんはそう言うと私を優しく抱きしめてくれました。お母さんのその言葉に私は心から安心し、その日は本当に久しぶりにぐっすりと寝られたのを今でもよく覚えています。学校を休み出してから1週間が経ち、少しずつ落ち着きを取り戻してきた私は、
再び学校に行くことを決意しました。ただ、給食は食べず、昼食の時間は家に帰ってご飯を食べ、午後の授業の時間に戻るというように変えてもらい、そのことで精神的にだいぶ楽になりました。友達もできました。同じクラスのルーシーは日本のアニメが大好きで、カバンにピカチュウのキーホルダーをぶら下げているおしゃべりが大好きな女の子でした。彼女と話している時だけは私も自然と笑うことができ、拙い私のフランス語を一生懸命聞き取ろうとしてくれる彼女が私にとってどれほど大きな存在だったか言葉ではなかなか言い表せません。とはいうものの、他のクラスメートとはまだまだ距離を感じており、早くみんなと仲良くなりたい一心で夜遅くまでフランス語の勉強をしていました。フランスの学校に転校してきて半年ほどが経った9月、学校の遠足で動物園に行くことになりました。遠足の前日、私はルーシーと、ルーシー、明日はバスは隣同士で座ろうね、お菓子も交換しようね、約束だよ。もちろんよ、ユミコ、ランチも一緒に食べようね、楽しみだわ、と大はしゃぎ。その日の夜は興奮してなかなか寝つけませんでした。ところが翌朝、お父さんに連れられて学校へ行くと、ルーシーの姿がありません。なんと、いつも元気なルーシーは遠足の日に限って熱を出してしまったのです。これには私はがっかり、と同時に、ルーシーがいなかったら誰と話せばいいの?と不安な気持ちが襲ってきました。案の定、バスの中でも動物園の見学時間も一人ぼっち。みんなと行動してはいるものの、私は黙ったままとぼとぼと歩き、みんなが楽しそうにしている中、ただ集団の中に紛れているだけなのでした。動物園での見学が終わると、クラス全員が輪になってのランチタイムです。ふと、フランスのお弁当ってどんなのだろうと気になり、周りを見てみると、あれ、パンとチーズだけ?なんとクラスメートのランチはみんなチーズが挟まったパンにリンゴやジュースだけ。中にはポテトチップを食べている男の子もいます。私が袋からお弁当箱を取り出すと、クラスメートの何人かが遠巻きに私の方を見ながら何やらひそひそ話をしています。やっぱり日本人のお弁当の中身がみんな気になるのかな。そんなことを考えながらお弁当の蓋を開けた瞬間、私は嬉しさのあまり、わあ、おいしそう!と思わず声を上げてしまいました。お母さんがこの日のために用意してくれたお弁当は、食べてしまうのがもったいないくらい可愛いポケモンのキャラ弁でした。ピカチュウやポケモンボールのおにぎりに、ハンバーグやスパゲッティ、ポテトサラダに卵焼きも入っています。どれも私の大好きなものばかり。わあ、なんて可愛いの。突然、隣に座っていた女の子が私のお弁当を見て叫びました。その声を聞いた何人かのクラスメートも一目私のお弁当を見ようと私の周りに集まってきました。ピカチュウだ!美味しそう。でも食べるのがもったいないよ。ユミコは毎日こんなに可愛いご飯食べてるの?羨ましい!とみんな大騒ぎです。人だかりはどんどん増えていき、私はまるで動物園のライオンになったような気分。そしてクラスメートの熱い視線を浴びながら、ピカチュウのおにぎりをパクリ。その瞬間、あー、食べちゃった、ピカチュウの耳が、ところどころから悲鳴にも近い声が上がりました。このお弁当の件をきっかけに、私とクラスメートとの距離は急速に縮まりました。私はやっとクラスメートたちと会話ができるようになったことが本当に嬉しくて、フランス語を使って必死でみんなと会話をしました。
そのせいで学校に到着してバスを降りた時には私の頭はクラクラ。でもこの遠足は私がフランスに移住してから一番充実した日となりました。興奮冷めやらぬ私はその日の晩ご飯一人遠足での出来事を喋り続け、お父さんとお母さんはそんな私の様子を嬉しそうに見つめていました。遠足でのお弁当の話はクラスメートのお母さんの間にも瞬く間に広がり、なんと私のお母さんから日本食を習いたいというフランス人のお母さんたちが続出しました。もともと料理が大好きだったお母さんもその話を心よく受け入れて、毎週土曜日の午後に家で日本食の料理教室を開くこととなりました。その料理教室は私が中学3年生となった今でも続いており、お母さんはフランス人のママ友との交流の場でもある料理教室を毎週楽しみにしています。今では私もお母さんに料理を教わりながらお弁当作りに奮闘中です。最初は辛くて仕方なかったフランスでの移住でしたが、今となってはフランスに来て本当に良かったと思います。遠足でのお弁当の出来事はもう昔の話ですが、あの日お母さんが作ってくれたポケモンのお弁当の味は一生忘れることはないでしょう。親の都合で仕方ないとはいえ、子供にとって海外移住は環境が大きく変わるから精神的な負担も大きいかもしれないわね。でもその分生まれ育った国では経験できないことがたくさんできると思うわ。生まれ育った国を離れて外国に住んでいる子供たちは由美子さんのように困難を乗り越えて頑張ってほしいわね。僕は日本で暮らしているけど、コンビニ弁当やお弁当屋さんの温かい弁当もよく食べるんだ。安くてボリュームたっぷり、しかも美味しいと文句のつけようがないね。 YouTube でもキャラ弁のレシピを外国人にも分かるように英語で投稿している番組もたくさんあるわね。どれも可愛くて私も真似して作ってみるんだけど、なかなか動画のようにうまくはできないわね。物語の中で主人公の由美子さんが話し相手のいない学校給食の時間が辛く、最終的には家に帰って家族と昼ご飯を食べることになるという場面がありましたが、フランスの小学校ではお昼ご飯を学校の給食にするか家に帰って食べるかを選ぶことができます。女性の就業率が 85% と高いフランスでは共働きの家庭も多いため、たくさんの子どもたちが学校給食を利用しています。給食の献立は地域によって様々です。宗教上の理由から豚肉が食べられない子どもたちに配慮して豚肉を使わない献立作りをしている学校や、週に一度ベジタリアンの日を設けてベジタリアン料理を提供する学校もあります。またアレルギーのある子どもたちには卵やグルテンの含まれていない食事を提供するなど、食育に力を入れているフランス政府ならではの充実した内容となっています。フランス政府がここまで学校給食の充実を進めるには理由があります。それはここ最近フランスでも若者を中心にファストフードの需要が拡大しており、脂肪分や糖分の摂りすぎによる体重増加や糖尿病などの生活習慣病が増加傾向にあるからです。子どもたちの健康が将来の国の財政を支える大事な基盤であるがゆえに、学校給食は未来のフランスを背負う子どもたちを食生活の崩壊から守り、国の財政破綻を阻止するというフランス政府の経済政策の一環でもあるのです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。